しよう。ほんで丸にこうやって、あの中が出たらネバネバになるの。で先この穂先をあの切っちゅうが、それをねお塩ちょっと入れて茹でるね。ほんでなるだけこの細いのがいいのよ。ほんと言うたらね、このくらいなのがいいの。あの5枚越しにするんやったら、このぐらい5枚小さいのがいいけど、これちょっと太りすぎやけど、このぐらいしてみたいし、これが茹でる間にごまするね。ごまするね。ここ座りや。電気を探して回りやったもん。本当になんかわからん。おばあちゃん、ごまも、あの、入れすぎは、入れすぎというか、このくらいの量。あのね、20くらいのオクラが、え、このくらいの量ね。あんまり分けるすぎてもいかんと思う。これすごい。ごまよけ入っちゃったら美味しいで。大さじ2杯くらい入れてね。きれいに全体が潰れてしまう。締めるほどにはせんでもいいけど、うん、まあ、このくらいの、このくらいにはすらね、あんまりするよったらね、うん、このくらいでいい。なんでお味噌、これを先出さないかんね。これを。先出さ。あんまり言うてもいかんね。これぐらいでいいと思う。綺麗な色、ほら見て。ほら。グリーン、これがこのくらいのやったらいいんで、ちょっと大きすぎるけど、ちょっと大きすぎると思うけどね。さっきの友博のあれで、ちょっと大きすぎるくらい、ちょっと小さい。水かけんでもいいと思う。嫌な方がいいと思う。
きなように、いや、これか。このお味噌。このお味噌じゃない。トランとってや。白味噌ね。そうね。どれくらいやろ。この大きい方のさじで2杯くらい。だと思う。お砂糖も入れます。おさじ1杯。2杯入れようか。暑い時には豆腐をかまへん。水分が多いようになるけど、よけとったらいい。湯の素。そして湯の素を入れます。そうやね。お酒2杯ぐらい。で、普通のお酢も同じぐらいね。半々ぐらいで入れる。これ、米酢も。お酢も食べないから、夏は。こうやってタレ作るとこれで出来上がりやん。簡単やろ。できて、こんな味。はい。おいしいよ。おいで。米漬けを切ったのを入れて。これで出来上がりでしょ。ほら、食べてごらん。はい、どんなお味。辛いとか甘いとか言うてちょうどいい。まあいいことしようか。そしたらね、今度はお豆腐。やったやった。